皆さんこんにちは、松本バチでございます。さあ松本バチの怪盗術スタイルスカッセカッと、のっけから噛みましたけれども、グランパー中野店さんとグランパー大久保店さんにおいて、半年間に及ぶ実践を私が行いまして、癖を見抜きつつトータル1万枚を目指すという、怪盗術スタイル半年間行ってまいりました。それの、セカンドが、実にですね一番第1弾の、最終実践日から約1週間後、最終戦やったのは昨日先週の出来事でございます。すぐ継続確定して、もはやですね休む暇もなく始まったわけなんですけども、今回は、目標3枚数を、7777枚に、設定いたしました。計12回で目指そうということで始まったわけなんですが、今回からはですね、前回バッジをね配ったんですが、今回はピンバッジにバージョンアップするってことで、はい、こちらにございます。このあれね、こういうやつってやつ、幾分取れるかどうか不安なやつが今回はいただけるという、バッチね、普通のバッチのやつはつける場所を選びますけど、これだったら大丈夫です。どこにでもつけれるよということで、サイズもちょっとコンパクトになって、今回は赤をお配りしますということで、これ12回やるたびにお配りしますので、ぜひとも遊びに来てくださいと。ちなみに私が49番、まあまあの番号を引きました。なので、どうでしょうね、多少様子見の、意味も込めて、あまり、でっかい、例えばゴッドシリーズとか狙いに行っても、まあ言っちゃいいんですけど、多少ね、序盤で5000枚クラスのビハインド背負うと、すごく、スーパーリノの登場回数が増えてしまうので、だから、初戦はちょっと、周りの情報を集めつつ、ゆったり打てるようなやつなんかをめがけていこうかなと思っております。例えば、まあ、末尾、台の1、機種、そういったところどこから始まるのか、で、まあ、その前半ね、6回で、どんな癖をやったかとか で後半にまた同じ癖みたいなことをやってくる、最初その情報を集めからもうまた1から始めたいと思いますので、皆さんも各自打ちたい機種で、ご設定を積もって、で何か出た暁には教えてください。私の6ですと。やめますけど打ちますか。打ちます。っていうのもね、カメラ止めてやりますからちゃんと、うん、カメラ、あ、ちょっと待ってくれっつって、こっち6なのっつって6やりますんで、遠慮なく言ってください。不自然な台動が、起きた場合はそういうことだと。いや、なんかいい雰囲気の台が合いそうですよねっつって、この履歴とか、うん、なんだろう、うん、6かなみたいな雰囲気が合いちゃうんで、ちょっと打ったことないですけど打ってみますみたいな、そんなことがあったので、ね、誰かが譲ってくれた。そういったね、みんなの力を合わせて7777枚、到達できるよう頑張っていきたいと思います。なんせ第1回は万枚目指してプラス2000枚でした。さようなら。さあそれでは第2回怪盗術スタイルセカンド、大事な大事な初戦実践スタートといきたいと思います。最後までお付き合いください。実践スタートです。頑張ります。なるほど、結
構やっぱ早い番号だから取れるね。わ、外線が移動してきてるんだが、意味深に外線、外線から行く。じゃあ外線から行く。外線の場所変わってるんだが、あれここに、あったか、やべ、間違えた、取っちゃったさあ、朝一ですね。入場バタバタしたんですが、ちょっとね、あの前回来た時とあの島配置が変わって外線が目立つ位置に来てると思ったんですが、前節の最終節でも外線そういえばここにありましたなんかね、前の方の人たちがこうバタバタと外線に群がってるのを見て、あれこんなところに外線来てると思って反射的に外線を取ってしまったが、最後、まあ他のね、機種とかは結構バサッと埋まっちゃったので、ちょっとゆったりめに行こうかと言いながら、まさかの最初からホームラン狙いと相なってしまいました。しかも昨日すげー出てる台ですね、これね。一応まあ打ち角というか角、ではありますけど、まあ、とりあえず当たるまでは行くつもりです、何にせよ。まあ、結構外線ね、僕は朝一から攻めることも多いんですけど、ほぼ設定狙いっていうよりは一発狙いです。天井がまあリセットで低くなるっていうのと、あとはなんだろうな、その設定不問の誤爆要素があまりにも多いので、打つとしたら結構朝一が多いですよね。で、設定推測要素的には謎当たり、あとはリプさん、キナナさんのヒット率、そういったところで見ていくしかないんですけど、うわ、こんな6やろ絶対って思って粘れたことの方が比較的少ないですね。裏天国に行くとか V モードに行くとか、そういうちょっと特殊なことが起きれば、特殊な違和感があれば、まあ、続行してもいいかなとは思うんですけど、久しく SGG とかやってねえな。あー、誰かフリーズ引いた、聞こえた、カウン、カシュッとね。こう外線をね、朝から攻める上でね、本当肝になるのは一発目の初当たりがどれだけ伸びるかなんですよね。1周目っていうのは、まあ、そのリセット据え置きにもよりますけど、天井がこう浅めに設置してあるというか、浅い可能性が高いんで、じゃあ取り終わっていざ2周目行くかってなると、よっぽどいい当たり方に1回目してないと。例えばリップさんで G ストップが出てきてるとか、あとはもう謎当たり、早い段階ですげえポンと謎当たりするとか、まあまあハマってから当たったやつに関してはもうそれ取り切ったらやめざるを得ないみたいな状況に陥っちゃうので、一発目の当たりがね非常に重要なんですけどっていうふうに僕はしてます。だからよほどのことがない限り2周目は追わない。1周目、天井の保険をかけつつ1周目とりあえずトライするっていう、まあ、実際そのやり方で外線はプラス収支叩いてるんで、お？ちょっと心当たりのないガセ前兆が始まりましたね。これが当たるようだと謎当たり。あ、左に行った。あ、これ当たるな、これ。これ当たるんじゃないか。天国まで行ってた気配は全くなかったので、これおそらく当たりますね。多分だけど、うん。謎当たりした。際どいな、335、6ゲームか。
での謎当たり。投資は1万4000円。悪くは当たり方としてはね、非常にあの高設定特有というか、一番上は天国まで上がってないのに当たったんですけど、まあ、ゲーム数的にはまあまあハマりましたよね。昨日がねすこぶる履歴が強いので、まあ、高設定だとすると据え置きかなっていう感じなんですけど、多分天国での当たりではない。さっき言ってた取り切ったらやめるか、それともプラス要素だからもう一周粘るかっていう非常に微妙なライン。96分の1、そいつを今引っ掛けましたと。いや大事だな、まあ、GG 中なんでなかなか鏡広角には飛んでくれないですけど、鏡なし、鏡なし、いやー鏡もらえん。なあ惜しい。ああ一枚も鏡なし。多少なりとも持ってる野郎であればあのまま7行くと誰もが思ったことでしょう。揃えられん、そんなやつは勝てん。くーゴッド揃いですよ。819に引っ張ってこなきゃならないゴッド揃いが今右リールのボタンを押すまでは5分の1だった。819に必要なやつが5分の1だった今ここに。ああ。ああ次回を戻れ、やり直させてくれ。ほいよ、枚数は十分。ただここは単発でしょうなと。いや、
300ゲームで謎当たり、まあ終えるよね。まだあれ全長だな。あ、これも当たるようだとかなり有望ですけどね。ちょっと早めだ。さすがにこれは、あ、7だよ。当たる。これあるんじゃないか。74ゲーム。これも多分謎も当たりだと思う。おやおやおや、おや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 ですね。これはちょっと違和感ありありの挙動ですな。これも天国までは行ってない、確実に。おお、あるか、据え置きのパターンあるか、これ。とりあえずしばらくはこれで行ってみようかな。順調は十分。ただおそらくここも単発と思われます。天国まで当て行って当ててループストック取ったり確定薬引いたり、で GG 中に上乗せしたりして勝っていくっていう、その辺には大した設定差ないんですけど、おっと、まあ、いわゆるその今僕の下皿が埋まってる分ここに設定差があるんですよね、この謎当たりの分。ただこれだけじゃ勝てないっていう。おー、ちょっとにぎやかな演出出た。まあどうでしょう、平行撤廃かねえ、平行は弱いんだよな。ガセが多いんでね、平行撤廃は。こういう時に限ってな、リップさんができねえんだよな。なんか雰囲気的には引けばリップさん当たってくれそうな雰囲気出てる時に限って引けないんだよね。とにかくまあこれはね、もう一周、今700ゲームですけど、もう一周一回当たるまでは行きますんで、まあこれがだいぶ勝負をね、あの大きく分けることになるとは思うんですよ。早めに当たって、しっかり出玉持てるパターン、すげえハマるけど、まあ、天井の8割ループだっかなんかでそこそこ出玉取り返すパターン、あとはもう やらかしちゃうパターンですよね、行くところまで行って単発みたいな、で2、300枚持ってどうするみたいなパターンと。やっぱ斜め転廃はちょっと強めっすな。848ゲーム地獄目だ。 SGG 直接叩き込んだその投資額たるや36,000円、2万2,000円追加投資。
ここ次第ですな。これが何発持ってこれるかで、もう後半の勝負は決まるみたいな感じでしょう。ボン。さあ、行くぜ。ここをぶち当てれば、ループ率確か50%以上かな、2個並びは。どれさい。ここがうめえ。これ並んだので1個追加でストックがもらえるプラス、そのストックがループ率確かすげえ優遇されるやつなんで、50%以上はないかもな。もう1個いったのか。あはう。新記録っす。新記録っす。怖いっす。怖いっす。初めてこんな並んだ。まあ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 、ならもう一発行こうか。あ、写真撮ろう。ナイス SGG。 よし、ストックが、一番最初が1個、2、3、4、5、6、今6連まではいく、とりあえず。でかつループストックもあるんで、頑張ってほしい。まだまだまだ頑張ろう。よーし、うまい。特殊修正 OK。 ナイス。いい。 12.5% プラスストック、これで最低7。ユニメモにね、SGG10 連っていうのがあるんですけど、さすがにやれる気してなかったんですけど、今日もしかしたらこれいけんじゃねえかってちょっと思っちゃってる。ここが山だな。一回流れ叩き切って、この16ゲーム、あーもらえん。よし、威嚇が出てた。さあ、ストックは9。 SGG は7連目。
SGG7 セット、で中棚3つ並べてるんで最低保証ストック数が、ドア玉入れて9なのでここの数字が9まではいく。なんで1個でもループれば、この1セット目にアメグレが流れる可能性があります。いやー久しぶりのでかい SGG だった。アメグレ流れないかな。赤72連以上は半分がループ率 1% を否定すると、まあ実質まあ、ただ 50% 以上持つのが 15% ぐらいかな。 25% か 50% がほとんど。ただ赤73個以上、赤72個並べた時点でまずそれぞれの赤7と赤7が2個並んでるっていう特殊抽選が受けれると。で3つ目を引いた時に、まあ、それぞれ1個ずつプラスで2個目の赤7と3個目の赤7も2個として並んでるじゃん。それも確定なんだよ。でも3つ並ぶっていうセットもあるから、でもそれはさすがに欲張りすぎか。だから9連はすると思う。
36,000円、投資が36,000円、1800枚、おそらく獲得枚数は2000枚、3000枚近くになるであろうか。初戦の勝利は、ほぼ間違いないであろうというところまでは確約されております。あとはね、どれだけこうなった時にアドバンテージをね、後々のために作っておけるか、後半はもうそこ次第ですね。もうやがてくるね、やがてくるスーパーリノとの戦いに備えて、いくらね、ここで貯金を作れるかですよ。いつかどこかで必ず訪れるであろうスーパーリノとの戦いにアドバンテージを持っていかなくちゃいけない。よし、3セットで終了と。さあさあさあ、いーと、おいと、4セット目、あと3つ、よいしょ。さあ、ぼちぼち上乗せ指名と終わっちまうぞと。さあ、来ましたよ、来ましたよ。まあまあまあ、正直ですね、午前中にもう凄まじい労力を SGG につぎ込んでるので、目標は3発。中段に止まってた、一角、よし。
およとっおー、まあドア玉入れて3発か、 SGG×3、 まあ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 十分目標通りとしましょう。よし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 、ボード SGG は冴えてるな。一発目午前中にやった SGG7 連ですけど、あれもしもね序盤にあの間違って EX とか叩き込んでると30発とか乗るからね、7連もすれば。そういう時にね、2万とかね、そういう枚数出るんだろうな。一応13まではあるのかな。赤7、10個点。よし。恵まれてますね。そしてそのなんていうんですか、打席立った時の打率もまあまあ、ただね、まあこれ一流とはいかないですよ。一流だったらね、このぐらいチャンスだったらパチンコ界の一流であればこれ万に手をかけるね。猛打賞、猛打賞ぐらいは狙おう。ダービーがボタンあるよ。1個、5点、やり直し、ボタンなし。1個、いくら GG 中とはいえね、もう一声欲しいとこっすよね。さあ10連、あと3つはございます。3連した。ここも一応通常時と同じような抽選しております。これで、ね、いけ、つなげ、あーもったいね、ほい、得意なやつ白ポチ。その次のデューン率は異常ですよな。みんなやるんだよね、日本全国みんなやってる。よいしょ、
3790、なんかなくなりそうだな。一応これで保証はなくなりました。いきなり弱い。いなそう。あー消えた。ぴったり。特殊抽選はノーヒット、ループも特にせずと、まあ、ちょうどぴったり2000枚浮きですかね。さあ、それではですね、残り時間がまあ1時間ちょっとぐらいになったところで、まあ凱旋も切りよくなったので、ずっとちょっと打てそうな台を探してたんですが、合成が137分の1でビッグ5のレギュラー7、まあ5、6ぐらいの確率で引いてるジャグラーがいたので、せっかくですんでね、最後まできっちり行こうということで、ジャグラーに持ち込み移動いたしました。凱旋で作ったプラスを、しっかりと、逃げ切って持って帰ろうと、まあ、なんかもう一攻めできそうなところあればね、そっち優先しようと思ったんですが、なかなかそうもいかなかったんで、今空いてる中で一番いい台を選びました。一番いいと思われる台か。でまあ、ずっとその見回ってる時に法則なんかもちょっと考えながらぐるぐるしてたんですが、どうだろうな。おっとピエロ引いた。3コマ滑って、冗談ピエロはピエロです。結構ね、入ってはいるっぽいんですよね。その6確定室出ましたとか、あとはもうその出玉を見る限り、まあ上なんだろうなっていう人がまあまあ結構多くいてですね。ただ大盤にしても、なんかその前日のデータにしても、なんだろう、共通点がちょっとわからない感じですよね。比較的昨日めっちゃ出てる台がその確定系の演出出てるっていうのがやや多いかなぐらいで、ただルパンの六角出た人はそうでもなかったもんな。おっ、味覚でやんす。手止まらなかった。チェリーが出ればまだビッグの可能性あるんですけど、単独の場合レギュラーここに多分ビタ押してると思うんで、チェリープラスレギュラーか単独レギュラーかチェリープラスビッグ押しちゃおう。入れちゃいます。レギュラー393。チェリーがいたかどうかは分からない。また同じ形。今度は光らしとこ。35ゲーム、チェリー出たからビッグの可能性ありと。 OK。 はい、
実践終了いたしました。お疲れ様でございました。街道陣スタイルセカンド、第1戦ということで大事な大事な、1本目を踏み出したわけなんですけども、今回はグランパ中野店さんにて、抽選が49番でしたかね、で入って、朝は凱旋を、ちょっと夢見がちに確保してしまいましたと。ね、ね、目立つ島というか、あの階段降りてすぐのところに、あったので、まあ、前回もあそこにあったんですけど、何を思ったか、あ、移動してるって勘違いしてあそこの、ね、凱旋を最初に押さえたんですけど、まあ、結果、その凱旋が、まあ、凱旋がっていうか SGG がですかね、 SGG で、ねじ伏せるっていう形になりました。で最後ジャグラーに移動して、獲得した枚数を守り切ったと、いった形になってるんですが、3枚の方、トータルで、投資量が1800枚、回収が3959枚なのでプラスの2159枚で、初戦を終了と。まあ3枚だけ見ると非常にね、順風満帆なスタートを切ったと言えると思うんですけども、特にですね、まあ、最後のジャグラーに関しては、まあ、中間はあるんじゃないぐらいのジャグラーだとは思うんですけど、他のところでですね、なかなかの法則云々を、しっかり見抜けたかというと、自信を持って言えるのがなかなかなくてですね、途中打ってて絆だったり、あと消されたルパン、あの確定系の演出ですねが出た方が何人かいらっしゃったんですが、バラバラで入ってるやつの末尾も合ってないし、でスランプグラフ見る感じ入ってるとか出てる台が各島っていうかいろんなところに散らばってはいるんですけど、その共通項が一応今日です、ね、その前日前々日のデータも見て回ったんですけど、一応ね一通り見たと思うんだけどな、パッとあこれが法則だって思えるものは、特に発見できず、で機種に関してなんですけど、全体的に出てると思われたのが、トモ、あとクレアの秘宝伝で、あとハーデスト凱旋も、なんか下ばっかりじゃないよねっていう動き方をちらちら見てたので、ただハーデスト凱旋に関しては、じゃあ片方が全部てっぺんか、どっちかが全部てっぺんかって言われると両方弱いと思うんですよ。ではただその代わり、じゃあ全部下かって言われるとそれもさすがにないんじゃないかっていう、だから半分半分で4、5ずつみたいなことやってるのか、ね、その低設定ではない、低設定ではなかなか起こりえないであろう挙動を見れる島っていうのは確かに存在したんですけど、まあこれといって分かりやすい法則は発見できずっていった感じですかね。まあなので、次回、今から5時間ですか、閉店時のデータをいただいて、だいぶそうすると、今よりも見えてくるものもあると思うので、それを見つつね、また第2戦第3戦と、サマイを積み重ねていけたらなと思います。特にまあ3枚だけは出ましたんで一応、これを守りきる形でしばらくは無理せないように、まあ、今日みたいに、ね、早い時間帯は ATART で大きいの狙いに行って、で、まあ、あとはノーマルタイプも最近は充実してますからっていう形が王道になると思いますが、今度こそ、7777枚、達成できるように頑張りますので、また次回、そして大久保店さんの方の実践も楽しみにしていただければと思います。よし、今のところ2200枚浮いたから、24000枚ペースです。このままいくと私24000枚買ってしまいますけども、はためだどうなることか、そしてスーパーリノマックスの出番はいつ来るのか、こうご期待していただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。今回はこの辺でお別れでございます。声が限界です。さようなら、バイバイ。